ことはこっちもパパが必要だっていうことでしょう。それが子供3人もできてから急にいなくなられても、夫婦なんてお互いに必要だから夫婦なんでしょうが。ママだからそういうことはパパがいる間に言わないと。だって今思ったんだもん。下北沢演劇祭は地域に根ざした手作りの演劇祭をトータルテーマに今から4年前に誕生しました。町に7つある劇場では毎回プロの人気劇団の芝居が上演され、多くの観客を動員しています。地元商店街や町内会の人々によって作られた演劇祭実行委員会を中心に、下北沢は今創造性あふれる新たな町づくりに取り組んでいるのです。しかし演劇はただ鑑賞するだけのものではない。もっと積極的に何かをすべきだ。実行委員会は考えました。そして去年初めて区民によるアマチュア劇団が演劇祭の舞台に上がったのです。今年はさらにその考え方を進め、区の広報誌を通じて出演者とスタッフを募集し、演劇祭のための新たな劇団を結成することになりました。公募で集まった劇団員のほとんどは演劇経験が限りなくゼロに近く、まさに今回が初舞台、なせばなる、なさねばならぬ劇団下北ザウルスの旗揚げです。覚えることがたくさんあって、あの演劇祭っていうのが学校であって、それがもう高校生になったらなくなっちゃって、いや寂しいなって思ったのが一つと、それからもし将来こういう道に進めるとしたら今のうちにちょっと勉強しておこうかなと思って応募しました。最初は素人さんの集まりということで、私自身もあなんとかなるかななんてちょっと申し訳ないんですけども、甘い気持ちもあったんですね。でも実際に練習何度も何度も参加していくたびに、スタッフの方とかもその素人を相手に教えてる感じではなくて、演技の基礎ですとかダンスの基礎とかそういうのを教えてくださったんですね。で私もそういうのを一生懸命教えてくださってる姿を見て、自分自身もそれに応えたいなと一生懸命頑張りましたんで、あの成果は本番を見てくださると分かるかと思うんですけど、はい、みんなで頑張りました、はい。で世田谷区っていうものも意識しますしね、こう区民とかそれから下北沢とかそういう地域的なものも意識するし、こうつながりができるっていうか絆ができるっていうか、あここに住んでてよかったなみたいな感じが出てきます。すごくいいと思います。ところで下北ザウルスのメンバーはなぜか女性が多く、男性陣はわずか2名。数では負けてもパワーでは負けられないと張り切っています。その一人、山下光弘さんはアルバイトをしながら演劇を志す青年。夢は果てしなく、心はいつも芝居のことでいっぱいだとか。もう一人、やはり自分の中にその明るい、まあ、自分もいればすごい怒ってる自分もいますよね。そうなった時になんか新しく、あこう自分にはこういう自分もいるんだっていうのが確信できた時が一番、あ面白かったなっていう時ですよね。あと、まあ、最近人気のあるキャラメルボックスを見て、まあ、あんな風に舞台でこう人を、ね、笑わせたりとか感動させることができればいいなという風に思って始めました。何また三河屋からかってんの。再び劇団の練習を覗いてみましょう。おや山下さん頑張ってますね。下北ザウルス旗揚げ公演の題名はお気楽村騒動記。動物たちが平和に暮らすお気楽村である日巻き起こる大事件。演出は劇団東演の野崎よし子さんが当たっています。栗子さん、お荷物を持たせていただきます。さささってきた、持たして持った、どうす重いどうしようよで、たったその2つあるいは3つのステージのためにあのできた4ヶ月の劇団なんですけど、ちゃんとその劇団として交流が取れていることと、それからそのこの芝居をやったことでね、何か自分が違う自分に出会えたり、ちょっと変わったと思えたり、あるいは友達に出会ったり、なんか見つけたっていう
ことがあればそれでもいいなっていうふうに基本的には思ってます、うん、溢れんばかりのパワーを秘めた劇団下北ザウルス。しかしここだけではありません。今回の下北沢演劇祭ではもう一つ別の劇団が旗揚げ公演を行います。今しもセリフの練習に没頭しているのは商店街にあるレコード店の経営者であり、また演劇祭実行委員会の一人でもある長田光三さん。そうなんです、今年はより地域に根ざした演劇祭を目指して実行委員会自らが立ち上がりました。プロやアマチュアの劇団を招待するだけではなく自分たちが率先して演劇に取り組もうというわけなのです。劇団の名はシンプルに下北座と決まりました、今の大岩さんがある日突然私とやってきまして、脚本書いたのか一つ出てくださいと、明日稽古日だからとにかく来てください、はい、で断りに行ったんです。実はそしたらうまいこと乗せられちゃってね、素質があるとかね味があるとかなんとか増やれちゃってとうとうやる羽目になっちゃって、とにかくそのセリフを覚えるのがねもう脳なんかが始まってるんでね大変だったですよ。だからもう車の中だとかそれから丹沢行ってね大声上げてやってみたり、まあ やるって言った以上はまあ一生懸命やんなきゃいけないなと思ってとうとう今日まで来ちゃったんでもう今更逃げられないと、こういうことですね。去年からちょっとお話が実行委員会の中でね、やっぱり下北沢は演劇の街といって演劇を上演する街というばかりじゃなくて地元にやっぱりこう根付いた演劇祭になってほしいし、また演劇の街になってほしいし、そういうことで住民の人たちのねやっぱり意識も何かこうただ演劇祭やってるわみたいのよりはやっぱり地元で何かやってるっていうことは皆さんも関心が深くなるし、本当の意味で違う意味の地域活動につながっていくんじゃないかっていう話からでございます。下北座の演目は菊池寛原作の父カエルを現代風にアレンジした20枚のパパ。地域のことを常に考えている実行委員会が選んだ芝居は家族における問題を題材としています。一応なんつうのこの町っていう一番少ない単位って家族じゃないですか、やっぱり。ですから家族がまず最初の基本になるわけですよね。まあそこからそれがいっぱいあって町になってるわけですよね。だからまず原点っていうかその核になるのをまずやろうかな、リアルになんかやりたいなと思ったから。お芝居なんて簡単にできるんですよ、そういう意味ではやろうと思えば、ね、だからすごく演劇と街っていう距離がすごく近くなった分だけ僕はすごい嬉しいですけど ね、はい、どうぞ。そしていよいよ本番当日、たくさんのお客さんが北沢タウンホールにやってきました。来てはもらえぬセーターを涙こらえて編んでます。下北沢が演じる20枚のパパは20年前に突然いなくなった父親がある日家に帰ってくることから起こるおかしいような悲しいような引きこもごもの騒動を軸に展開します。あら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 、あんたたちちょっと来てごらん、パパがいるよ。でしょ。もう見た？パパだよこれは。母親役の絶妙な味を出す松原さん、初めての舞台にも臆することなく堂々とした演技を披露する長田さん。演劇とは見るだけのものではなく参加してしまうものでもあるのです。20年前私が家を出たのは日曜だった。雨上がりのキラキラした晴天だった。幸せな家庭だなと思った。その中に私が加わる必要はなかった。よっ、三河屋、まこちゃん。あら、まこちゃん。あら、姫子ちゃん、しばらく。昨日あったよ。まこちゃん、まするんじゃねえ。なに、また三河屋からかってんの。
そして今、もう一つの騒動期が埋め尽くされた観客席の前で始まりました。下北ザウルス旗揚げ公演、お気楽村騒動期。劇団員19名の半年近くに及ぶ練習の成果がこの日一つにまとまり、舞台の上で弾けます。感動の初舞台でも、演劇祭のためだけに結成された下北ザウルスだから、同じこのメンバーでお気楽村騒動期を演じるのは多分これが最初で最後だから、みんな悔いを残さないように、さあもっと飛び跳ねて。